ハビエル・フェルナンデス・フェルナンデスは、スペインオビエド県、ミエレス出身の政治家。前職は、鉱山エンジニアと公務員。2000年から、スペイン社会労働党の地域支部である、アストゥリアス社会主義連盟で、初期長を務めており、2012年から、アストゥリアス州政府首相を務めている。2016年には、ペドロ・サンチェスの辞任を受けて、スペイン社会労働党暫定代替幹事長。 委員会委員長となった。オビエド県ミエレスのレケホ地区に生まれ、スペイン内戦時代から強く左派を支持する過程で育った。高校卒業後には、オビエドとマドリードの鉱山学校で鉱山工学を学び、後には環境基準の分野で高等教育の学位を取得した。1978年には二人の同僚と共に、基本に工学計画や、 工学研究のオフィスを開設した。1987年には、基本で、スペイン社会労働党に入党した。テオフル・フェルナンデス1991年のアストリアス衆議会議員選挙では、スペイン社会労働党の地域支部である、アストリアス社会主義連盟が政権を担い、フアン・ルイス・ロドリゲス・ビヒル州首相とビクトル・サピコ、産業、貿易、観光大臣の下で、 フェルナンデスは工業、エネルギー部門の地域局長に就任した。1995年の衆議会選挙では国民党に政権を奪われ、フェルナンデスは議員の座を離れて鉱山部門の公務員となったが、1996年スペイン議会総選挙では、スペイン社会労働党から国政選挙に出馬して当選し、スペイン会議員となった。 アストリアス社会主義連盟は1999年の衆議会選挙に勝利し、フェルナンデスはビセンテアルバレス・アレセス州首相の下で産業、貿易、観光大臣に就任した。2000年11月にはアストリアス社会主義連盟の初期長選挙に出馬し、僅差で勝利して初期長に就任した。2003年7月から2012年4月まで、 アストリアス州議会の上院議員を務めた。2012年3月に行われたアストリアス州議会議員選挙の結果、アストリアス社会主義連盟は中道の連合、進歩、民主主義と連立政府を組み、2012年5月26日にはフェルナンデスがアストリアス州政府首相に就任した。 財務大臣のドローレス・カルセードを含む5人の女性と3人の男性を閣僚に登用した。2015年のアストリアス衆議会議員選挙で、アストリアス社会主義連盟は政権を維持したが、アストリアス統一左翼の支援を受ける少数党政府となった。2016年10月1日にはスペイン社会、労働党議員による投票の結果、ペドロ・サンチェスが書記長を辞任。 同日に、フェルナンデスが、暫定幹事長代理委員会の委員長に就任した。ありがとうございます。